ガイアーンガイアーンは、タイで食べられている焼き鳥。主に屋台で餅米と共に売られている。日本の焼き鳥と同じように、小さい串刺しのものから、鶏1羽の半分をそのまま焼いて、大きめの2本の串で挟んだもの、手羽の部分だけを集めて、串2本で挟んだものなど、様々な種類や大きさがあり、主に炭火で焼かれている。ラーオゾックの料理であるため、タイ国内では、 一般的にイーサーン料理として分類されている。ガイアーンはラオ語ではローストチキンを意味する。欧米のラオス体系レストランではラオス風バーベキューチキンもしくはピンガイガイアーンとして提供されている。主に半分に開かれて叩かれた鶏肉が用いられる。それをマリネした後低温で長時間にわたって炭火でグリルする。マリネ液には ナンプラーのようなフィッシュソース、ニンニク、ターメリック、コリアンダー、白胡椒などを用いることが多い。そのバリエーションは多く、レモングラス、チリ、生姜、ビネガー、パームシュガー、たまり、醤油の亜種、海鮮ビ酒を、うま味調味料なども使用されることがある。ありがとうございます。